さあ、10時31分。さあ、こっからどうしようかなと思ったんですけど、10時31分か。いや、だったら、ワンチャン、この近く、まあ、早めの昼食を取るというのも手なんですよね。で、早めの昼食を取るのはどこかというと、実は、この映画伝説のね、沿線には一乗寺ってとこがあって、まあ、うちの動画の企画でも10年以上前なんですけど、もう YouTube を見てる人は何のこっちゃと思いますけどね、ニコニコ動画でかつてやっていた、なんだったっけ、ニコブロやったっけ、ブロマガか、うん。あれの企画でね、行ったあの一乗寺ですよ。調べたら多分12年ぐらい前じゃないかな、の企画ですね。まあ長いことやってたらそんな古い企画もありました。そう、あの一乗寺がね、ラーメンがね、いろいろあること有名ですけど。そう。あそこには、天下一品の総本店があるんですよね。今からだったらちょうどいいかもな。うん。ちょっと大回りにはなるけど、一乗寺まで出るっていうのは手かもしれない。まあ混んでるでしょうけどね。11時オープンであれ、今から行ったら多分ちょうど着くぐらいになるんじゃないかな。ってことなんで、そっち目指して行ってみようかな。営山電車か。ちょっと地図で調べてみて。いや、天一こってりしたいよね。京都来たんだもん。そう、やっぱ総本店は一度はね、行ってみたいですからね。さあ。じゃあちょっと地図調べて。でも千柳に戻った方がいいのか。それとも一つ隣の駅の方が、もう近いのか。面白い電車走ってる。今から行くと10時59分か、オープン1分前に着けるらしい。ちょうどいいじゃん。一つ前の元田中駅ってのが近いらしいんで、そこから乗ってしまえばいいらしいです。もうすぐそこらしいね。あ、そこ、こっちから行った方がいいかな。よし。これはもうコッテリングしなさいと。もうコッテリングの神様が言ってるんですから。いや、コッテリングしないわけにはいかない。市営バスでも行けるらしいですけどね。まあ、せっかくだったら映山電車の行ってみたいですもんね。おっとっとっと。縦だと、多少、どう？ブレやすいの？あとで編集してるときにあれか。元田中駅。しれっと来てるけど、そもそも元田中駅ってどこやね。なんかどうやら、分岐渡らずにそのまま行った方が良かったみたいだな。京都もこっちの方に来るとまたちょっと趣が変わりますよね。こっち？ん？じゃあ、もう一個先や。はあ。もう一個先を曲がると、どうやら駅に近いらしい。生鮮館。中村知らねえ。わあ、生鮮スーパーがある。多分今スーパーで生鮮行き方もな。帰るの明日の夜だしな。こっち？こっちで行けるらしい。
っていうか、冷静に考えたら、そう考えると、やっぱ、下鴨神社ってでかいね。ほぼほぼ一駅分ぐらいのあれがあるってことですもんね。まあ、駅間だいぶ短い区はありますけど。で、バラ、あ、俺ライト突っ張りなんや。あ、そ、なるほどな、こういう感じのね。はいはい、じゃちょっと当たっちゃって、で、そっから乗ればいいんだ。へえ。ぐるっと曲がって、そっち側か。入ればいいんか。はぁ、あ。出た。ほんと、田中。へぇー。あ、前の道がでかいんですね。あら、反対側か。元田中駅。で、乗るとき。あ、これで、ピタパでできるんや。はいはいはい。ピタッと、はい、ありがとうございます。で、元田中から、で、一応地降りたらいいんかなと思ったんやけど、総合店自体は、一乗寺のあの、ラーメンがわーってあるところからちょっとずれてるんですね。ラーメン街道自体からは。こっちの茶山の方で降りた方が近いらしい。おぉ。すげえ。面白い。あんな一郎編成の列車待ってたけど。あ、つうか。交互ホームになってるのは向こう側なんだ。へぇー。面白い。で、峰駅で行くと一つで、で、こっから比叡山口の方に行くやつと、鞍馬の方に行くやつありますよと。へぇー。そう、岩倉駅ってあるんですよね。ここはここでまたちょっと、愛知県の岩倉駅とね、合わせてやってみたいですけどね。なるほどね。鞍馬駅、修学院。へぇー。43分で、あ、47分に来るんだ。どっち行きでも大丈夫みたいですからね。よし。じゃあ、電車待ちましょう。